さあさあさあ始まりました。本日も父さんがお送りする前回のエンディングの動画から、今に至るまでの10分間録画し忘れて、ちょっと動画飛んじゃってディスマントルの時間がやってまいりました。はい、皆さんこんばんは、ふさおでございます。ということでですね、ちょっと若干あの動画を撮るのをですね、収録のデータがうまく取れてなくてですね、前回ここだったんですよ、オベリスク。ここを戦ったんですね。8匹ぐらい下のなんかウツボみたいな、毒をブワーって入ってきたりとか、トゲトゲのやつを制限時間内に倒すみたいなクエストを受けたと思うんですけど、そのクエストを受け終わってからですね、こっちの、リンクタワー目指してたんで、こっちに向かおうとしたんですよ。でこっちに向かおうとしたら、こう跳ね橋が上がってたりとか、こっち側に渡れなかったので、こう迂回したんですよ。で迂回してこっちからぐるーっと回ってきたら、ここになんか桟橋みたいのがかかったエリアを見つけたところまで、で次のキャンプファイヤーのゾーンまで来たんですけど、ここまで録画が飛んでたんでこっからになるんですけどもプレイ時間で今10分ぐらいです。はい、ということで、引き続きやっていきたいと思います。で一応キャンプファイヤー見つけて、でここに民家を一軒見つけたんで、ここはざーっと漁っておきました。このラジオね、配給制が導入されました。食料や物資はまだ豊富にありますが、今後のために力を蓄える必要があります。配給制だったね。これは K23 クラウンステーションから送信された自動録音ですっていうラジオがあって、でここら辺一通りぶっ壊したところでございます。ぶっ壊してここのキャンプファイヤーに触った感じかな。とりあえずまだ多分寝れないと思うんですけど、もうでも寝れるかな。褒めらんでいくとですね、なんかみんな20時間経過すると寝れるって。あ、寝れた、寝れました、ナイス、リフレッシュできたぜ。オッケー、じゃあ早速向かっていきましょうか。でこっちのエリア渡りたいんですよね、リンクタワー触りたいんで。まあでもこっちが正解じゃない可能性もあるんですよ。こっち燃料電池が先かもしれないですけど、でも大概こうエリア行く時ってこうタワー触るじゃないですか、マップが見えるようになるんで。どうしても先にこれを触っときたいっちゃ触っときたいんですけど、左側のエリアこれ全部海なんですよ。でも私の予想ではこっから渡れるんじゃないかなって思いながらですね、こっちに寄って、はい、あ、いるな。とりあえずここから漁りましょう。いーよいしょ、はい、いいね。マチェテスニークで一発でいけますから、これ強いですよ。ここでそっとゲージが下がるのちょっとだけ待って、いやこっち向いてるな、これこっち向いてるから、開けて、うん、ドン。え、間違えた、いやー、ごめん。いや、はい、結果、俺、若干 HP 減ったけど。さあ、これで、ファブリックが今欲しいんで、ファブリック系は拾いましょう。これ、テレビ壊したら、エレクトリックスクラップ、違う、エレクトリックパーツが手に入りそう。どうや。いやーし、テレビ美味しいですね。まあ、欲しいのは、エレクトリックパーツと、あとファブリック、あとプラスチック、とかですね。この辺か、欲しいのは。ここも全部壊しちゃって、この木枠箱が結構いいやつが手に入るんですよね。はい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 。ロールに気をつけて、ここは。後ろから、あ、届かない。落ちる、落ちる、痛い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 、よいしょ、はい、ロールでそのまま落下しそうで怖いじゃないですか。はい、調理鍋の前にここを検索、トマト、ああ拾えないか、そうだね、拾えないね、もうアイテムパン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 だな。はい、下がる、ロールしずに下がる。オッケー、ちょっとキャンプファイヤー、こっち側のエリアでもキャンプファイヤーが欲しい今日この頃で、もう持てないね、アイテム持てない。さあこっちのエリア上陸できたんじゃないですか、これで。こっちの島、あー上陸してるっぽいな。あ、目的地は近いですよ、もうちょいだ。んで、でそんなことで先にキャンプファイヤーが欲しい。キャンプファイヤーを触らないと落ち着けない体になってるんで私は今。はい、いきます、やります。 OK。 んでこっち回って、あー自宅か。この周りにキャンプファイヤーあったりしないかな。あっても良さそうな。どっちにしろもう今アイテム持てないから壊したいんですけど、素材が、おーあったー、そこでダブルパンチか。さあ来い、さあ来い、こっち誘導して、痛い、走って詰める、避ける、
走って詰める、あー、トゲトゲダメ、そっちダメ、そっち不利、そっち不利、そっち不利、あ、ここにもトゲトゲ、そっち不利、もう近づく近づく、一気に詰める、オッケー、トゲトゲいます、トゲトゲ避けて、トゲトゲ、あー、キャップファイヤーない、あ、ギーンズってこれ一軒家ってこと、こっちも川で渡れないですよね、こっちにさらにもう一個下に、いや、めちゃくちゃぐるっと回らされる感じかな、あそこのアイテム、はあ、ここにある、開けてみる、ここにあるってことは、ここにあるってことですよ、ここにダッシュボックスあるってことは、どっかにキャンプファイヤーがあるはずなんですけど、どっかにキャンプファイヤー、あの上から行くってこと、嘘でしょ、めちゃくちゃありますよ距離、いや、そうっぽいですね、ここ避けて、あそこ避けて、ここの毒吐きゾンビ戦って、あー、いや、こっち右側にないかな、さすがにちょっと遠いですよね、さっきのキャンプファイヤーからこっちまで来るの、ここを壊してみましょうか、あ、いるわ、ボスいる、ボスボスいる、ここ倒して、はい、この辺やっつけといて、はい、避ける、はい、数減らして、毒吐くよね、そうなるよね、あー、ここ渡れないよね、でここをあぜ道開けて、これな、ここ今このタイミング、はい、 OK、 で投げナイフ、あ、投げ、あ、じゃあ包帯使っちゃった、包帯使っちゃった、包帯使っちゃった、投げナイフ、投げナイフ、投げナイフに切り替えてちゃんと投げる、はい、よし、いいぞいいぞ、こボス戦の時にちゃんと使うっていうアイテム、はい、はい、どっくらった今、どっくらったか、これ避ける避ける避ける、あー、避けるとこなくなった、こっから、これ落ちそう、これ木材ね、これ待ちでだったら壊せるってことに気づいたんですよ、やばい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 、オッケー、ナイス、で、こっから、この投げも、はい、投げも、よしよし、いいぞ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 、いいペース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 、もうちょいこっち来てくれかな、もうちょいこっちこっち、サザエさんサザエさんサザエさん、こっち、いや、もう今攻撃する、やばい、うーん、マイナス6、これ包帯切り替えとこ、包帯、今包帯負ける、これ、うお、怖い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 、今今、はい、もう一杯戻す、オッケー、でも最近タイヤしかくれないですもんね、あれで、一応倒したはいいんですけど、こっちにキャンプファイヤー、嘘だ嘘だ、あー、ちょっと待てよ、これキャンプファイヤーがないとなるとですよ、だいぶしんどい、だいぶしんどいですね、結構マグマみたいになるぞ、ここ、ほらほら、見て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 、火山これマグマ、これ、え、キャンプファイヤーないんですけど、どっから回ればいいの、あのダッシュボックス、やっぱ上のキャンプファイヤーからなんすかね、これないですよね、キャンプファイヤー、ここどこ、今溶岩の、なんとか穴、やっぱこっからか、こっから走って、ここ、嘘だ、この子やっつけときましょうか、ほいほい、よし、あ、プラスチック欲しいけど取れない、こっちか、いや、こっちにキャンプファイヤーあったとてですよね、いや、距離同じぐらいの距離になってきましたね、でもこっちのエリアでキャンプファイヤー欲しいっちゃ欲しいけど、まずいな、まずい人、まずい人竹取っちゃったな、痛い、ちょっと待てよ、痛いぞ、これは痛いぞ、キョエーって言ってる、キョエーって言ってる、キョエー、キョエー、やばい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 、しかもちょっと待って、熱い判定くれてる、なんでなんでなんで、氷持ってるけど、氷熱いとか言って、熱い熱い、痛い、熱いし痛いし、ちょっとここで回復一旦、何、ダメだね、ここ、ここ熱い判定出ます、ここダメなの、まだ、あー、溶岩があるから、マグマの近くだからってこと、マグマの近くはやっぱり氷のブロック持ってても、まあ氷じゃないけど、ここ割れてるな、氷ブロックあっても厚さは耐えきれない感じ、あ、ちょっと厚さゲージ減ってきたっていうか、ちょっとゾンビ多いな、もう、はい、やってみましょう、
えい、痛い、痛い、よいしょ、壁際、避ける、えい、よし、うー、これで一瞬、まあキャンプファイヤーマジでないですね。これは普通の自宅、あーキャンプファイヤーじゃないか。いや、ここにボスいる。ここにもボスいる。コボス、今となったらもうコボスレベルですけど、じゃキャンプファイヤー触るんだったらこの子たち復活しちゃうじゃないですか。だからこれあれかな、リングタワー触ってからすかね、戦うの。それまで戦ってもこれ復活しちゃうもんね。参ったっすね。ここの橋、あれ、おやおや、ここにもあるぞ、次元式クレートが。次元式クレートがいっぱいある。こっち、あー、こっちの橋渡れます。こっちの橋渡ったところで、あれだよね、ボスがずっと追いかけてきてるな。こっちの橋渡った、あ、ぶてぶてぶて、落ちる。こっちの橋渡ったところでどう、倒して扉閉めとく。あのボススタック、あれスタックしてんぞこれはひょっとして、これはひょっとしてですね、ダメか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 、あー、よくないな。これちょっとスタックしてるからって言って攻撃するのよくなさそうですね。ここやっつけときましょう。はい、よし、はい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 、でこっち側まず渡って、もう落ちるって、痛い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 、こうロールができないとかなりきつい。それで扉閉めて、あのめちゃくちゃ難易度上がってますけど、めちゃくちゃ難易度上がってるんですけど、ちょっとここ無理だな。いいか、あー落ちた、ボス落ちたどうもありがとうございます。なんかすいませんボス落ちました。落とせるんだねこれ、ボス川の中に。あ、でもちょっと待って、これ下にも行けるな。でもこの次元式クレートはやっぱこの上ですね。で、まあ気になるから行きますか。次元式クレート最近うまいっすもんね、アイテム落とすドロップ率が。これ上からですね、上から回っていくしかないな。で、溶岩の近くは氷ブロックを持ってても厚さダメージ食らうんすけど、やっぱ離れると大丈夫だね。近づくとやっぱ熱い判定来ちゃうか。よし、ここをうまく避けて、こっちから、いや避けれてない。で、ここ溶岩、熱い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 、ポットがいっぱいある、引っかかる。こっちから回り込んで、よし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 、オッケー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 。ちょっとアイテムいっぱい落としまくってるんですよ。なんか回収したいじゃないですか、でも回収ができないっていう。だから一旦預ける。ここを直線距離にした方がいいかな。これじゃあここ壊しといて、これね、直線でダッシュできるようにしよう。で、ここ直線でダッシュできるようにしときます。で、後ろスニークで攻撃します。はい、これだったら多少距離短くなるんじゃないですか。で、この上か、キャンプファイヤー、これですね。よし、まあまあな距離ありますけど、ちょっと挑戦してみましょうか。けけ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 け、多分ね、これね、道間違えなきゃいけると思うんですよね。橋渡ったら左ね、ここでつまらない、ここでつまらずにこれでまっすぐ降りて引っかかるんですよね、これで。ここ渡ったら左、左避けます、左避けます、左避ける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 、まっすぐ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 、こっからまっすぐ行って、これ大丈夫、道合ってる道合ってる道合ってる合ってるね、トゲトゲあったもんね。よしよしよし、ここまっすぐ行く、こっちで右曲がって右曲がって右曲がって、引っかかった、やばい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 、いいわ、避けて、いいわ、避けて、いいわ、避けて、届け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 、オッケー。よく見えないけど、アイテム残り1秒、うおっ鉄めっちゃ取れました。鉄、もう一生分の鉄で手に入ったんじゃないこれ。よし、やっぱクレート、次元式クレートボックスうまいですね。取れました、木材と鉄、鉄2スタック、1スタックちょっとだね。いや、これはでかいわ。とりあえずですね、ここの次元式クレートはちょっと難しそうだったので諦めつつ、これちょっとね、まだ早いね。一回リンクタワー先に触りたいな。触ってゾンビがリポップしないようにしてから、ここの細かいところの街を探索していきたい。とりあえず進みたいですね、まずは。いや、めっちゃなんか壊したいアイテムいっぱいあるんですけど、とりあえず今は先を急ごう、先を急ごう、先を急ぎすぎたせいでちょっと今ピンチなんですけど、はいはい、これは間違いの火力でなんとか。で、ここだな、
問題は桟橋に落ちそうになるんですよね。ロールができないっていうのが、気軽に、これはきつい。それがそうだよね、それきつい。一回ちょっと突破するわ。突破してドア閉めて、そう、これが一番賢い。危ない。で、これ回復。うおほほほほほ、ギリギリ、めっちゃギリギリ。これで回復入れて、ちょっと包帯も貴重なんですよ、ここまで来ると。ここだけちょっととりあえず冷蔵庫あさるだけあさって、リンクタワーもうちょっとこっちか。料理できないかな、今料理できそうなやつ。トマトスープとかチリスープ、7、あー足りないな。フィッシュはどっちにしよう。じゃがいもが足りないし、トウモロコシもスムージーも足りないから、トマトスープぐらいはいけるか。よし、これで HP が15回復したはず。あ、回復しましたね、 HP 全開。で、ことはこっち側行って、はい、いやマジか、こういう感じで攻めてくるんだね。ロールができない状況に追いやって難易度を上げるみたいな。これ落ちるものだって一発で、はいはいはい、いや、この桟橋であの毒を投げてくる人、熱い。いやー、そのコンビネーションはまずいわ。こっちで行こう。うわ、出た、ロックピック必要。これ勝てる？いや、行くしかねえか、さすがにこれ行くしかねえか。よいしょ、はい、慎重にロールして、おっ、カタ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 、ナイス。こーわ、桟橋ロールこわ。ここロックピックで入れないんですね。よーし、なんとかこっちの島上陸できました。キャンプファイヤー欲しい、さすがに。もうそろそろキャンプファイヤー欲しいんだけど、どうです、その辺お願いします。新しいエリア、え、ちょっと待って、え、もう一個島あるけど、嘘でしょ、もう一個変わるんですけど、どこどこ。あー、でもすぐ渡れるわ、よかったよかった。ここ渡って、あ、これじゃない、熱い。あ、来た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 、キャンプファイヤーだ、キャンプファイヤーだ。壊して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 、はい、壊せないから早くバール持ち帰って。熱いんですよ今、やばい、熱いよ、熱い、熱い、早く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 、オッケー、キャンプファイヤー触った。ふー、なんとか到着できました。ちょっと暑いけど先に早くアクティベートしよう。よし、アクティベート、急いで。よーし、もううなだれてる、すんげーうなだれてるけど、暑いんだねこのエリア。よし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 、はい、よーし、エバーグレートエリアを地図更新しました。リンクタワーありません、 OK。 よし、で送信機にスキャンレーダー、違う、デッドリートランスミッション、あー、これやっぱそうなんだよね、6分の6人って集めたスクラップ、エレクトリックスクラップ使っちゃうんですけど、これは使うしかないね、インストールしよう。よし、とりあえずこれでインストールしました。 OK。 この暑さはどうすればいいんだろう、やっぱ動物の皮しかないんですかね。これでちょっととりあえず一回家に入って、ちょっとまずいぞ、まずい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 、家の中に入ったらちょっと体温冷めるとかない、ダメだね、体温冷めない、体温冷めませんね。ちょっと待って、え、どうすればいいのこれ。あ、ここでこの修理可能な桟橋、ここまで行って桟橋下ろせばワンチャンいけるんじゃない。このままちょっとご利用ししてみていいですか。ご利用ししますよ、このままご利用し、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 ご利用しで桟橋まで行ける。めっちゃゾンビいる、めっちゃゾンビいる、桟橋桟橋、はい、オッケー、渡ったぜみんな。これができればだいぶこれ楽になる、桟橋渡れるようになりました。よーし、暑さも暑さも下がってきてるんじゃない、オッケー。